はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はね、スピリチュアルの話について、わけわかんないスピリチュアルの処方箋みたいな過食症の治し方をやってた富岡さんにね、香織さんにごめんなさい、質問します。はい、いいですか。はい、どうですか、その過食症を治すためにスピリチュアルのことをいろいろやったと思うんですけど、効果いかがでした。まず効果はですね、まあ、結局私が食べて治す過食症と言っている時点でほぼなかったと見ていただいて。どういうことやったんですか。まずですね、私が今ちょっと思いついたのが、さっき の、 あのパワーストーンってご存知ですか。パワーストーン、あの水晶とかラピスラズリとかそいろいろあるよね。そのストーンを買って、まあ、精神的に安定すれば、まあ、過食症が治るんじゃないかと思って、沖縄のですね、占い師さんから買ってきました。いくらで。30万です。30万円、それはだいぶ効くんじゃないですか。でですね、まあ、全然なんか最後ほこりかぶって、部屋の隅に行くわけですよ。で、なんか最終的に一緒に昔住んでた人に、いや君の運気が悪くなって過食が続くのはこの石が家にあるからだと言われて、メルカリで売りました。3000円で3000円で売りました。それ勉強代ですかね。よく30万で買いましたね。でもそれ、いや本当あらにもすがる思いとはこのことかみたいな、なんかもう、なんて言われて買うんですかそれ。これであなたの人生上向きますみたいなことをざっくり言われ、まあ、その症状もね、良くなりますもちろんみたいな。もう信用できる占い師だったんですか。いや別に、あの会ったらすぐです。会ってすぐの人から。そう、バカでしょ。バカなんです。すごいねそれ。ああいう石とかって年がこもってる時があるんですよ。はい、だからその占い師の念とかがもし込めてあったりすると、その石の念に引っ張られたりします。マイナスか、はい、マイナスになる、依存してしまう、その占い師に。はい、だからそのブレスレットがあるから運気が上向かないと思って、メルカリで売ったのは大正解かもしれません。売ってよかったです。あの情報って、うん、今は光回線とか電気とかで送るでしょ。はい、それでも送れるんだけど、水を使って送ったりもするわけ。はい、だから南極の氷を持ってくると、そこにその当時の情報が入ってたりする。へえ、例えば1万年前の氷を、はい、掘り出すと、そこからその1万年前の情報が取れたりするんですよ。はい、すごいな水って。そう、ただ水って情報変わりやすいから、はい、凍らせて硬い状態にしとかないと情報が保存されないですよね。あ、そうなんですか。はい、ほらよく水は答えを知っているみたいな本で、なんかいい言葉を言うと結晶が綺麗になるんですけど、その逆もまたあるって書いてあった。であれ本当に顕微鏡とかで見たらああなってるわけですよ。なるほど、すごい。はい、ここでのポイントは、硬いものに情報を保存するっていうのが鉄板なの。なるほど。そう、情報を保存したいときは硬いもの、CD とか、はい、ね、で送るときは柔らかいもの、はい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 、柔らかいものに、入れとくわけ。うん、だから石って、昔は石を保存するから石って言ったの。すごい。はい、で石が保存されているものが石ね。例えば神社ってもともと岩倉というものがあったんですよ。はい、岩倉を、岩倉に情報を落として、そこでシャーマンみたいな人がお告げだっつってなんか喋るわけじゃん。はい、それが岩倉で、それが、だんだん今の神社みたいな感じになってったんですね。はい、だからその岩に、降りてくるわけ、情報が。はい、されたりするわけ。はいはい、
まあ、そのシャーマンは自分で受けてるのかもしれないけどね。なるほど、はい。シャーマンじゃないかよく分かんないけど、うん、で例えば神社に行くと御神体っていうものがあるじゃん。はい。それは時には仏像かもしれないし、うん、時には山かもしれないし、いろいろありますよね。はい。で時には石なんですよ。あると思う、はい。日本で一番有名な伊勢神宮の御神体は石だって言われてるのね。へえ、はい。これは公に公表されてるかちょっと分かんないけど、まあ石なんですわ。はい。でその石に天照さんの意思が情報として入って保存されてる。これが御神体。すげえ、はい。だからそのシャーマン、その占い師からもらった、うん、買った、うん、石はその占い師の念がこもってた可能性も否定できないですよね。多分にあると思いますね。なんで、なるほど、はい、そう、石ってあながち悪いものばかりではなくていいものはいいんですよ。うんうん、はい、うん。だけどダメなやつも結構いっぱいあるって話。うん、それ見極められない状態で持ってる方が危険だと思いました、今。あ、もらない、うん、持ってない方が、うん、ない方がいい。そう。で、誰か信頼できる占い師みたいな人がいて、はい、この人が言うから間違いないと思って何かを手に入れるのも、僕はだいぶ危険だと思ってます。うん、なるほど。うん。そいつが、本当にいい人かどうかは、マジで分かんないですよ。うん。うん。化けの皮を被ってる可能性も結構ありますからね。うん、あると思います。それとその時は被ってなくても、うん、後でお金持ち出したりすると、うん、やばいやつになることもあるんですよ。いた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 、いました、はい。強変パターンあるでしょ。はい。朝原翔子とかもそうだ、そうだしさ。あー、そうなんですね、うんうん、なんか相当上のレベルまで行った、うん、まあ、その業者さん、業者さん、はい、だったんですよ、もともとヨガのね。そうなんですか、はい。だからあれだけ影響力を持って信者がいっぱいいたんですよ。はい。だけどある時から、落ちちゃったんですね。うんうんうん。で、サリン撒いちゃったって話。うん、なるほど。じゃあ、ある程度は能力のあるすごい人だったんですね。っていうのが、うん、まあ定説ですね、そっち系の話を聞いて。変なやついっぱいいるからね。うん、割合多いっすね。だから本当に自分で見極める必要がありますね。うんうん。それができないときは、はい、そういうなんか石とかお札とかよくわかんねえ、鏡とか持ってない方がいいよ。危険ですね。だって行くときって困ってるから行くじゃないですか、弱くなってるとき。だから結構ね、つけ込まれてるな、みんなって思いました、私もですけど。つけ込まれるんだよ、あれ。いやー、うまいですけどね、商法としては。商法としてはうまい。はい、いいと思うんですけど、くれぐれも引っかからないように、うん、そうですね、引っかからないようにする必要があるよね。あると思います。一番大事なのは、もう自分の中に神様がいるっていうことを自覚すること、うん、うんうん、はい。宗教っていうのは、うん、神がトップにいて、うん、でその下に私たちがいるみたいな発想じゃん。はい、うん、違うんだよ。自分がもし神様だとしたら、うん、何をしたいのかってことをまず考えるじゃん。はい。でそうするとやっぱ世界平和とかになってくるわけですよ。うん。そうすると神が人の下に、あ、自分の下にあの人を置きたいなんてことはほぼないでしょ。だってないと思います。だって神だよ、うん、神なんだからそんなこと考えないぞ。うん、って思いました。確かに。で神は自分は肉体がないとかっていう話なので、うん、人の肉体を使って、うん、世界を平和にしようとかそういう話のはずなんですよ、うんうんうん、その神は自分の御霊を分けて、うん、その魂として入れてくるわけでしょ、分け御霊として、はい、
だから僕らは一人一人が神なのわけ、はい、で神を自分の中に感じて自分が神だということを自覚して生きるのと、うん、自分は神ではなくて外に神がいると思って生きるのとでは、うん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 、全然出てくるエネルギーが違う、はい、うん、なのでその変なスピリチュアルなやつは私が神とか下手したら言うけど、はい、お前も神かもしれないけど私も神だよっていうような、そういうスタンスでいる必要がありますね。はい、うんうん、上も下もない人間にね、うんうん、はい、そう、得意な分野が違うだけだから。そうなんですよね。種類が違ったりするだけでいい悪いはないなって思ってる、はい、うん、そう、いい悪いもないんですよ、うん、例えばちょっと危ない話をすると、コロナがあるじゃん、はい、コロナでいろんな人がたくさん死んでしまったっていうのは一面すごく悪いことじゃん。そうですね、一面、はい、すごく亡くなったご家族とか悲しいと思うんですよ、うん、ただもしかしたら仕掛けてる人がいるんだとすると、はい、その人たちは実は地球の平和を考えている可能性もなくはないですよね、うん、確かにないことも証明できない。そう、なぜならコロナで自粛を制限したことによって、うん、自然がすごい戻ってきてるから。そうか、人間ではなく地球のですね。そう、うん、もしかしたらすごく抽象度の高いことを考えていて、うんうんうん、地球の100年後とか1000年後とかもっと先まで考えて、うん、今、うん、本当申し訳ないけどコロナでちょっと自粛してもらえますよっていう発想でやってるかもしれないですよね。ですね、はい、かもしれない。そう、なのでいい悪いってなくて、うん、立場によるんですよ、うん、はい、まあ、僕はコロナで人を殺すのは良くないと思ってるけど、うん、その人たちにはその人たちの考え方があっていいと思ってやってるかもしれないよね。うん、だから、まあ、自分から見た世界しか見えないですけど、なんて言うんでしょう、視点を変えて考えてみるっていうのも想像力必要だなと思います、うん、そうですね、うん、思いますね。なんでそう、だから神が、自分だっていうことを自覚して、うん、で人と意見が違うときは別にいいとか悪いっていうことで考えずに、うん、そういう意見もあるんだなっていうことで一旦受け止めて、でそれでももし否定したかったらより抽象度の高い、発想をする必要があるんですね。はい、うん、要するに私とあなたの意見は違うけどこの意見両方とも、含まれるようなもっと抽象度の高い答えを出すっていうこと、うん、共通項って感じですか、うん、1個上の。そうそう、共通項って感じでいいと思います、うん、そうしたら、次の次元に行けるんだよね。なるほど、うん、そう、深いな。よく交差点でさ、交差点で車が右から来てる車とまっすぐ進みたい車が、どっちが先行くみたいな感じで渋滞してる時があるじゃん。はいはい、うんうん、譲り合ったり、うん、行こうとして事故っちゃったり、あれあります、ね、あれは同じ次元で考えてるからなんですよ。はい、つまり同じ平面で考えているから、うん、あれが起きるでしょ、うん、でも両方とも前進みたいから私がってなってるからそうなるだけで、うん、お互いに前にスムーズに進めるようにするにはどうしたらいいかって考え方をするわけ。なるほど、うん、そうするとそこにじゃあ、橋っていうか何ですか、取り付け道路、こういうやつ、はい、そうそう、そういうのを、うん、作りましょうっていう発想が生まれてくる。うん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 、お互いにね、まっすぐ進めるでしょ、うん、片っぽのやつは上に坂で登って、うん、降りればいいし、片方のやつはまっすぐ直進すればいいし、うん、それが次元を上げるっていうこと。
なるほど、2次元から3次元ってことですね。そうそう、まさにその通り、うんうんうん、そういうふうに、次元を上げていくと答えの、はい、そうするとぶつかりがなくなって、お互いに幸せな状態にできるわけ。うん、うん、そういうことです。それを心がけていくでは結構争いとかもなくなるんじゃないかなと。うん、争いなくなってくるはずです、うん、人間の頭がどれだけ良くなるかっていうことにもかかってるかもしれないですね。はい頑張ります。お互い頑張りましょう頑張ります。お互い神としていきましょうはい、でもこれ私が神とかね、他で言うと怪しいやつらになっちゃうんで、まあ、口には出さなくていいけど、はい、思いつつ自覚して、これ見てもらってる方もあなたは僕は神だと思います。そういう自覚を持って生きていきましょうね。だから何かに依存しなきゃいけないとか頼らなきゃいけないってことはもうほぼほぼないです、うん、本当にないんで、神として生きてくださいね。まあ、足りない知識を本で補うとか、健康を害した時に医者に行くとか、そういう得意分野としての、補い方はあるけど、人として何か足りないなんてことはないの で、上も下もないので、金持ちが偉いとかもないし、知識がすごいあるやつが偉いとかもないし、うんうん、なんかいいとこのボンボンの方が格式が上とかないし、全員同じように民なんで、そういうつもりで生きていってほしいなと思います。はい、この辺でよろしいですか。はい、今日もありがとうございます。僕が質問するって言っといてねめっちゃ喋って、いやでもこれ絶対みんな聞いといてよかったと思いますありがとうございます。三岡さんのなんか そっち系の話聞きたいね、もっとね。そっち系、どっち系、スピリチュアルですか、全然。やばいスピリチュアル系の話。いやー、いっぱいあるけど、どれでしょうね。じゃこれちょっと次回に回します。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。